法経在学部本館京都大学大学院法学研究科は京都大学大学院に設置される研究科の一つである。また京都大学法学部は京都大学に設置される学部の一つである。京都帝国大学開設の2年後の1899年に医科大学と共に法科大学が設置された自由の学風で知られている。特徴として 法律学科、政治学科のような学科組織を持っていない。法学部学科組織はなく、以下4つの系統に分類される。法学研究科、法学研究科は1992年に大学院重点化がなされた。従来39あった学部の講座を21の大講座に再編して、研究組織を柔軟化した。二千四年に法科大学院を設置し、二千六年に 公共政策大学院を設置したことに、伴い現在の2選考に再編された。京都大学法科大学院は、司法試験合格率79.93%、全国の法科大学院中、第2位。令和2年度司法試験では、合格率57.84%、全法科大学院中、第4位となった。歴代法学研究科長、法学部長は、以下の通り、 京都大学法学部の同窓会として有野部会がある。ありがとうございます。